新郎新婦の新たな門出を祝う結婚式。コロナ禍を経た今、結婚式の価値観に変化があるといいます。コロナ禍、ブライダル業界も本当に厳しい状況だったかなとは思ってます。まあ、コロナ前の時と比較してもですね、2019年度は約 50% まで、まあ、挙式日数は落ちてしまったというのが状況ですね。全国的に今ご結婚される方の人数も減ってはきているなとは思いますし、宴会場も思っているほど伸びてはいないというのも現状ではあるんですけれども。変わるブライダル、新たな試みで時代に合ったプランを。ブライダル業界の今を取材しました。広島市の中心部を見渡すことができる高台の結婚式場、マリエール広島です。敷地面積8000坪の中に、天井の高さ18メートルのチャペルとウェルカムラウンジ、そして4つのゲストハウスを構えます。2001年開業で、これまで4000組以上のカップルが結婚式を挙げました。アフターコロナに入ってからは本当に結婚式を開催されるというカップルさんも本当に多くなってきまして、結婚式組数でいうと、コロナ前の 92% までは回復はしてきています。組数は戻りつつありますが、これまでとは少し違った動きがあるようです。最近では、ご親族だけの少人数での結婚式や、フォトウェディングなどですね、昔からなかったというわけではないんですが、最近ではお客様がやっぱりそういった選択肢を増やされたといった印象かなとは思ってます。アフターコロナの課題となっているのが、結婚式の出席者人数の減少です。コロナ前まではおよそ約70名様の平均人数だったんですが、今現在では約55名様という人数にとどまってはいます。若い世代が結婚式に出席する機会が少なくなっている。結婚式の雰囲気や感動を知ってもらう必要があります。マリエール広島はこの夏からインスタグラムをスタートしました。スタッフが披露宴の様子をインスタ用に編集して動画の配信もしています。そして式の打ち合わせにも変化が。コロナ禍を経験したことで、オンラインによる打ち合わせも導入しました。従来結婚式っていうのは対面としての打ち合わせがメインではあったんですが、当社でもですね、オンラインの打ち合わせを導入したり、最近ではチャットツールというのも活用してですね、お客様自身はもうご自宅だったりとか、もしくはお仕事をしながらですね、打ち合わせを、したりして、いらっしゃいます。さらに4年前からおめでとうレストランと題して、週末結婚式がない日を限定に、披露宴会場を使ってレストラン営業もスタートさせました。結婚式場でレストランというのがですね、なかなか認知度がなくですね、2019年度の営業開始当時はですね、本当1回の開催で本当1組2組さんのご予約程度しかいただけなかったんですが、今では1回の開催でおよそ50人の予約が入るなど好評で、去年はグループ全体で売上が6000万円を超え、営業面でも大きな柱になるまで成長しました。今後もですね、ブライダル業界は非常に厳しい時代に入っていくんだなとは思ってます。でもしかしそれはですね、やはりこれまでと全く同じ結婚式や、考え方を持ったままといった意味であって、やはりそういったお客様のですね、多様化をやっぱり受け入れ、本当にお客様が必要とされるサービスを提供すればですね、私自身はですけども、コロナ前よりも成長できるチャンスは、きっとあるんではないかと思ってます。マリエール広島は今後もニーズに合った結婚式を提供していきたいとしています。グランドオープンから1周年を迎えるヒルトン広島です。4階フロアを中心に婚礼施設が設けられています。こちらはメディア初公開、ブライダルスイートと呼ばれる完全個室の空間で、新郎がスピーチの確認をしたり、新婦と父親がエスコートを練習したりするなど、挙式前の大事な時間を過ごす場所として用意していたそうです。ずらりと並んだウェディングドレス、ヒルトン広島オリジナルドレスも用意されています。広島の県民性としては、新婦の母親の意見が尊重されることが多いそうです。
そして最大80人が出席できるチャペルです。正面には三段橋をイメージしたデザインも。宴会場ではプロジェクションマッピングの演出が行われるなど、最先端な披露宴の演出が用意されています。ホームページでスペシャルプランを確認すると、新郎新婦と両親の宿泊もついて150人出席で、費用はなんと535万9315円。続いてがエレガンスプランということで、10名様96万円で進めていこうと思います。ホテルってすごくこう格式が高く見えてしまうけども、カジュアルに大人数の豪華な結婚式もできるヒルトン広島ですが、このところの少人数ウェディングも取り込もうと新たなプランを立ち上げました。それがプレミアムスイートウェディングです。ヒルトン広島の強みであるスイートルームを使用したウェディングプランです。21階のスイートルームには食事を囲むテーブルや大型ソファーが置かれ、広島の絶景を楽しむことができます。この部屋が披露宴の会場に生まれ変わります。限られたこう人数とこの絶景を眺めながら、その他では味わえないハウスウェディングっていうイメージなんですけれども、この日は新たなプランを紹介する宣伝用の撮影です。まずは撤収するものを別室へ移動、そして新たに運び込まれた装飾用の花たち。飾り付けるのはホテル1階に店舗を構えるフローリストハンナヒルトン広島店のスタッフです。迎えた撮影当日、最終仕上げが行われていました。飾られた花、その数なんとおよそ550本。なんということでしょう。スイートルームがウェディング会場に生まれ変わりました。会場の出来上がりを総支配人がチェックしにやってきました。すごい、いいね、すごい、いいね。総支配人も満足そうです。そして新郎新婦役のモデルの準備も整い、いよいよ宣伝用の撮影がスタートです。ワンシーンごとモニターで確認しながら進められていきます。日もすっかり落ちてキャンドルも灯される中、撮影は続けられていきます。最終カットの確認です。はい、OK。ありがとうございました。3時間の撮影を終え、関係者からは拍手が上がりました。結婚される方っていうのは必ずマーケットとしてはあると思うので、ホテルとしても何か新しい切り口でいろんな場所とか経験をご提供できたらいいかなと思ってます。少子化によるブライダルの減少や少人数化、そして多様化するライフスタイルの中、新しいおもてなしのブライダルが求められています。本当、昔に比べて会場もホテルなのか結婚式場なのか、その中でどんなプランを選ぶのか選択肢が増えているなという感じがしましたが、まあ、でも木下さん、あれですよね、結婚式を挙げる2人とか家族がそれぞれ自分たちの一番幸せな形は何なのかを考えれば、そこにそれだけ個性とかアイデアとか新しいニーズっていうのが生まれていくような気がしますね。そうですね、僕自身結婚式は本当家族だけの少人数の結婚式を挙げたんですけれども、やっぱり本当に青山さんのおっしゃられた通りで、まあ、結婚式を挙げるその家族本人がやっぱりどういう形が一番いいか幸せかっていうのがすごく大事だなというふうに思いましたね。ライフスタイルがどんどん変わっていくので、このブライダル業界もいろいろとニーズに合わせて変えていくところがね、打ち合わせをオンラインにしたりみたいな話もありましたけど、なんかもしかしたら結婚式の出席自体もオンラインとかに変化していったりとかもあるのかなって思いましたね。実際コロナ禍ではそうだったりもしましたからね。まさにその80年代ではホテルの結婚式というのは結構
受け身で情報をあまり出してなかったりだとか、90年代はブライダル雑誌だとかで、今は SNS で発信していたり、結婚式自体はコロナ禍前から減ってきていたみたいなんですが、コロナ禍で激減したということで、どういうふうな戦略を打ってこれから皆さんに情報を発信していくのか、試行錯誤が続いているということでした。